ゲイロード・ペリー、ゲイロード・ジャクソン・ペリー、ゲイロード・ジャクソン・ペルリ、1938年9月15日台は、MLB の元選手。ポジションは投手。アメリカ合衆国のオスカロライナ州、ウィリアムストーン出身。右投げ右打ち。3歳上の実刑事務・ペリーも、元投手。6月3日にサンフランシスコ・ジャイアンツと契約。月日のシンシナティレッツ戦で、 メジャーデビュー5月31日のニューヨークメッツ戦で延長13回から登板し10イニングを無失点に抑えて勝利投手となり6月30日の同カードではメジャー初完封を達成8月から先発に定着し12勝11敗防御率2.75を記録したは後半戦からリリーフでの登板が多くなり8勝に止まるは 開幕から5連勝、1敗の後に7連勝を記録。6月26日のレッズ戦では5回までパーフェクトに、抑えて2安打完封勝利を挙げるなど前半戦で12勝を記録し、オールスターゲームに初選出される。後半戦は7月22日のフィラデルフィアフィリーズ戦で7回まで無安打に抑え、キャリアハイの15奪三振で1失点完投勝利を、 上げるなど8連勝を記録したが、その6連敗。それでも21勝8敗、防御率2.99201奪三振の好成績だった。は、勝利に恵まれず前半戦は5勝10敗だったが、9月1日のレッツ戦で16イニングを無失点に抑えるなど、後半戦は10勝7敗、防御1.71と復調し、 15勝17敗ながら、防御率2.61230奪三振を記録した。は、8月26日のシカゴカブス戦で7回1、島でパーフェクトに抑え、1アンダムシシ級の循環全試合で完封勝利。9月17日のセントルイスカージナルス戦では、ボブ・ギブソンとの投手戦を制して、ヒットノーランを達成するなど16勝15敗。 防御率2.45の成績だった。は19勝14敗、防御率2.49233奪三振、リーグ最多の325.1インニングを記録した。は4年ぶりにオールスターゲームに選出され、9月に4連続完封勝利を挙げるなどいずれもリーグ最多の23勝41先発、5完封、328.2インニング九9 2 ヒアンダを記録。ギブソンと並んで、最多勝利のタイトルを獲得し、サイヤング賞の投票ではギブソンに次ぐ2位に入った。は16勝12敗、防御率2.76の成績で、チームの地区優勝に貢献。ピッツバーグパイレーツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦で3失点関東勝利を挙げるが、第4戦で6回途中7失点と打ち込まれて、敗戦投手となり、 チームは1勝3敗で敗退した。これが結果的に自身最初で最後のポストシーズンとなった。11月29日にサム・マクダウェルトンの交換トレードで1選手と共にクリーブランド・インディアンスに移籍は。は移籍1年目ながら開幕投手を務める。前半戦で16勝8敗、防御率1.73を記録し、2年ぶりにオールスターゲームに選出される。 24勝16敗、防御率1.92234奪三振、リーグトップの29関東を記録して、ウィルバーウッドと並んで、最多勝利のタイトルを獲得し、自身初のサイヤング賞を受賞。アニジムも1970年に受賞しており、兄弟の受賞は、MLB 史上初となった。MVP の投票では6位に入った。 7月3日のデトロイトタイガース戦では、兄と投げ合い、7回途中5失点で、敗戦投手となった。19勝19敗、防御率3.38、いずれもキャリアワーストの115死球、143、失点、315被安打、34被本塁が、7冒頭と前年から成績を落としたが、リーグトップの29関東、いずれもキャリアハイの238奪三振。 344.0イニング7完封を記録した。は、兄とチームメイトになる。開幕直後から15連勝を記録するなど、前半戦で15勝3敗、防御率1.47の好成績で、オールスターゲームでは先発投手を務めた。後半戦で6勝10敗と調子を落としたが、21勝13敗。 防御率2.51216脱三振を記録し、サイヤング賞の投票で4位に入った。兄は17勝を挙げ、2人でチーム勝利数77勝の半分に当たる38勝上挙げた。6月13日に3選手プラス10万ドルとの交換トレードでテキサスレンジャーズに移籍。移籍後は4連敗を喫したが、後半戦で11勝3敗。 防御率1.86と調子を上げ、シーズン通算で18勝17敗、防御率3.24233奪三振を記録した。5月18日のタイガース戦で関東勝利を上げ、サイヤング、ジムバニングに次ぐ、史上3人目の両リーグ100勝を達成した。1月25日に1選手プラス12万5000ドルとの、 交換トレードでサンディエゴパドレスに移籍。同年は9月に6勝を記録し、10月1日のロサンゼルスドジャース戦では、ウォルター・ジョンソン、ギブソンに次ぐ、史上3人目の通算3000月三振を達成するなど、後半戦で12勝2敗、防御率2.36を記録。21勝6敗、防御率2.73の成績で3度目の最多勝利を獲得し、 2度目のサイヤング賞を受賞。両リーグでの受賞は、史上初だった。は5年ぶりにオールスターゲームに選出されるが、8月に5連敗を喫するなど12勝に止まり、連続15勝以上は13年でストップした。2月15日に1選手との交換トレードで、他に選手と共に、レンジャーズに復帰。 8月14日に後日発表の1選手を含む2選手との交換トレードでニューヨークヤンキースに移籍。チームは地区優勝を果たしたがポストシーズンでの登板はなかった。オフにフリーエージェントとなる。1月12日にアトランタブレーブスに移籍。同年は50日間に及ぶストライキでシーズンが中断、短縮されたこともあって発症に止まり、10月5日に解雇される。 3月5日に、新興のシアトルマリナーズと契約。5月6日のヤンキース戦で、史上15人目の通算300勝を達成。同年は10勝を挙げる。は3勝10敗と不審で6月27日に解雇。7月6日にカンザス式ロイヤルズと契約するが、シーズン通算で7勝14敗に終わり、同年限りで現役引退。兄は、 通算215勝を記録しており、兄弟の勝利数合計529は、フィルジョーのニークロ兄弟539勝に次ぐ記録である。2>, 2、野球殿堂入り。殿堂プレートでは、最も長く在籍したジャイアンツの帽子をかぶっている。7月23日に、ジャイアンツ時代の背番号36が、球団の永久欠番に指定された。 メジャー氏を代表するスピットボーラーであり、ボールにバセリンやポマードをつけ、時には紙ヤスリで細工して投げていたという。ジャイアンツで2年間チームメイトだった村上正則もペリーはスピットボールを投げていたと証言している。しかし誰も証拠をつかめなかったため、引退前年の1982年8月23日に通常考えられな変化球を投げて、 ついに退場処分になるまで一度も退場処分になったことはなかった。また別のある試合では怪しいと感じた審判がペリーを調べたところ手の中からただの紙が出てきて紙にはこんなところには隠さないよ。まだまだ甘いね。と書いてあったという。1970年春にジャイアンツが来日し日本各地でオープン戦を行ったが日本でもスピットボールや グリースボール、エメリーボールを投げた後が、ボールから見つかった。審判はまるで気がつかず、さすがは、達人となってしまい、そのボールを見た、伊藤和夫は感激したという。引退後には、新聞記者、ボブスーダイクとの協調で自伝、私とスピットボール、現代、ミーザ・スピター、アンオー・トオブ・ヨーグラフ・クル・コンフェッションを出版。通算勝を達成した時にはボールに、 歯磨き粉をつけて投げていた等と、現役時代のスピッターぶりを告白している。また、自身が反則投球に使用したワセリンを販売する会社を経営している。バッティングは苦手で、メジャー2年目の1963年には、俺がホームランを打つ前に人類は月へ行くだろうと語っていた。事実。 1969年7月20日午後4時17分にアポロ11号が月面に着陸。その直後に初ホームランを打っている。通算では6本打った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。